トゥル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 融合アイゴー仮面ライダースナイプギャラクシアンゼビウスチュワ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 フルバーストギャラクシー。おお、こんにちは、アスブンジャーです。今日はリクエストがあったのでスナイプのギャラクシアンゲーマーをパワーアップさせようと思います。こちらですね、武装はそんなに多くないですけど、小回りが効くガシャコンマグナムと、遠くの敵がですね、こちらのライフルで狙い撃ちって感じですよね。そしてとどめは、このメインの武器のこの手法ですよね。ただですね、さらにパワーアップさせるのは、とりあえずコンバットゲーマーでしょうかね。この組み合わせだったら、ボディと肩はギャラクシアンのままにしたいので、この後ろの部分だけ、ちょっと、使いますね。背中のところにつけます。あ、ちょっとこれバーニアと干渉しますけど、ちょっと上に向ければなんとか、あ、大丈夫ですね。おお、これもかなり火力アップしましたよね。相当強そうです。もちろんガトリングを持たせることもできます。この時は武器を外していてもいいですし、持たせたままでも使用できますね。あ、でもどうせだったら色的にゼビウスの方が似合いそうですよね。じゃあいきますね。おお、あ、白と白、やば、これめっちゃかっこいいと思います。これはギャラクシアンとゼビウスの2つのシューティングゲームが融合した姿ですね。これでガシャコンマグナムも持たせたら、ほんと、フル装備ですよね。シューティングゲームで、パワーアップアイテムも全部取った、最強状態みたいな感じです。あとはバリアがあったら言うことなしですね。ここでですね、マルチロックして、フルバーストしたら、キラヤマトもびっくりですね。ちなみにこの時、本当のゼビウスの方ですね、ちょっと丸腰になってしまったので、コンバットゲーマーのウィングとガシャコンマグナムも持たせました。二つ並べるとなんか、兄弟みたいですね。ガンダム00だったらロックオンストラトスですよね。こっちが兄貴のニールで、こっちが弟のライル的な感じです。次はシミュレーションゲーマーでパワーアップさせようと思います。というわけで仮面ライダースナイプをパワーアップさせてみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。